皆さんこんにちは。はじめまして、ふみかです。私ふみかは九州の福岡県出身で、現在は東京に住んで音楽活動をしています。幼少期は劇団四季ライオンキングのヤングナラ役などでミュージカルに出演していたんですが、何よりもこう歌うことが大好きだったので、そこからこう歌手を目指してたくさんオーディションを受けました。2010年デコ直オーディションで1万人の中からグランプリをいただき、デビューをしました。小さい頃から両親がずっと洋楽好きだったので、私も洋楽ばかり聴いてて、今までもうずっと人としてもアーティストとしても尊敬しているのがシンディ・ローパーさんです。そして私がウクレレを始めたきっかけなんですが、3年前ぐらいですかね。もともとピアノとギターの弾き語りも練習してたんですが、これがなかなか上達しなくって、音楽仲間に相談したところ、これは弦が4本だぞ、ふみかでも弾けるぞっていうことでウクレレを勧められたのがきっかけです。それがロメロのタイニーテナーとの出会いでした。じゃじゃーん。私は身長が147センチなんですが、こう持った時のこのちょうどいいサイズ感と、でシンプルなこの音色が気持ちよくて、で私もこう少し弾いて歌を歌った時の歌との相性がバッチリだなっていうのを初めて弾いた時から肌で感じたんですね。でそれからこのタイニーテナーを私が、友人の、スタジオでずっと一日中弾き続けていたら、音楽仲間が譲ってくれて、そのままスタジオから持ち帰りました。本当に音楽仲間にはもう感謝です。そしてこのロメロのウクレレなんですけれども、そうですね、サイズにこう対してとっても豊かな音量と音色が特徴的だなと私は思いました。そしてこう形も可愛くって、このキラキラしたこの木目ですね、これは本当にいつまで見てても飽きません。そして、スタジオはこの自宅の、一室なんですけれども、ここから毎週、木曜日インスタグラムと YouTube にウクレレの弾き語り動画をアップしています。ちょっとこう私の大好きな一角をお見せしますね。はい、ということで私のお気に入りスポットです。こんな感じで壁掛けウクレレに憧れて最近私も作りました。すごい整理整頓されてすごく綺麗で気持ちがいいです。すぐ取り出せるし、ということで手前にはねタニテナのおにぎりくん、そして上にはミニおにぎりくんのソプラノがあります。木目が本当に綺麗ですね。で、曲によって、どんな雰囲気にしようかなと思いながら、ウクレレを選んで演奏しています。ここで撮って、後ろをバックに、白をねバックにして弾き語りを撮ってます。はい、ということで、時代がこう配信に変わってきて、リスナーさんとのこう関わり方っていうのも変化してきたんじゃないかなと思います。ステイホームの間はですね、私はずっとほとんどここでウクレレを弾いていて、ウクレレっていう、 こうシンプルな楽器での弾き語りはこう歌のこう表現の変化も必要になってきますね。すごい難しいけど何よりも楽しいです。今後もウクレレライフをエンジョイしていこうと思ってます。そしていつか皆さんに会える日を楽しみにしています。それでは最後に1曲ですね、私のオリジナルソングエンドレスロードウクレレバージョンお聴きいただこうと思います。今日は本当にご覧いただきありがとうございました。ふみかでした。またね。
いる時にはどんなに晴れた日も悲しくて、あなたが笑っていてくれたらずぶ濡れの雨粒さえ愛しい。見逃すほどの小さな花にも紡ぎ続けた願いがある。つぼみだとしても咲かせよう、咲き誇れ、咲かせるよ。いつまでも雨の日も風の日も心が濡れても大切なことだけを少しずつ、たった一つずつでも守りたい、あなたという願い。あなたがくれたその言葉もいつかは聞けなくなる日が来るなら、重ねた手と手離さないよ。私に教えてくれた愛せること、ほんの少しでも春が過ぎ、夏思い、秋巡り、冬を越え、いつの日もどんな時も水をあげるように、たった一つずつでも重ねたい二つの未来。あなたがね。